こんにちは、まおです。はい、今冒頭で少し動画をねご覧いただいたと思うんですけども、皆様 NG コードを見つけられましたか？以前アレルキナーダのバリエーション解説動画を出させていただいた時に、テロップでこういう背中の後ろに手を当てるポーズの時に、こうなんていうか、こうチュチュを巻き込まないようにしてくださいっていう風に言ったんですけども、その時にたくさんの方からバレエにおけるこう NG 行動だったりとか、こうやらない方がいいことみたいなのをもっと教えてくださいっていう風にリクエストをいただいたので、今回はこういうちょっとクイズ形式でバレエにおけるやってはいけないことというのをお話ししていきたいと思います。それではまず冒頭でお送りさせていただいた動画の解説からやっていきます。これはね、多分あからさますぎたからみんな分かったんちゃうかなというふうに思うんですけども、 NG 行動のまず1つ目は裸足のままリノリウムの上を歩く、そして2つ目は何も引かずにそのまま座る、最後3つ目はそのまま床に寝転ぶでした。今ね、正しい行動の動画が出ていると思うんですけども、これはね結構ロシア人の先生はよく注意されます。まず一つ目の理由としては、そのままこう冷たいリノレウムの上に座ったりだとか、歩いたり寝転んだりすることによって体が冷えてしまうから、絶対にこう何かを敷きなさいっていう風に言われます。でもう一つの理由としては、こう汗がついた肌がリノレウムにねそのままつくことによって、その部分がすごく滑るようになっちゃうんですね。でその上をこうトッシューズとかで乗ったら、すごいかなり本当にスルンって滑っちゃうから、危ないから、ちゃんとその汗がつかないように何か毛布でもヨガマットでも何でもいいんですけど、そういうものを敷きなさいということです。はい、それでは次のクイズです。また NG 行動が3つあるので、ぜひ見つけてください。どうぞ。はい、皆様お分かりいただけましたか？ちょっとね、カメラの角度によって分かりにくかったかなっていうふうにも思うんですけども、注目すべき点はバーの手でした。 NG 行動まず1つ目は、こうバーをすごいグッと握ってしまっていたということ、そして2つ目は体の真横に手が来てしまっていたということ、そして最後3つ目なんですけど、3つ目はねちょっと分かりにくかったかなっていうふうに思うんですけど、ちょっとバーがすごく遠くなってしまって、その分こう肘が伸びてしまっていたということでした。はい、今アップで手が映っていると思うんですけども、バーの手はこんな風に持ちます。こうグッと親指を下にして握るわけでもなくて、逆に親指を上にするわけでもなくて、こういう風にこうブラブラってさせてふわって持ちます。バーにこう捕まりすぎないというか、でこんな風に手首をこう上にも下にもするわけじゃなくて、こう持ちやすいような自然な形で持ってください。はい、次上半身が映ってると思うんですけども、バーの手はこんな風にすごい後ろに行ったりだとか前に行ったりだとかはしないようにしてください。このぐらいの位置が正解です。こう前に行ったり後ろに行ったりしないようにしてください。で手首はさっきも言ったように少しだけ下げるイメージ、こうね、めっちゃ上がったりとかはしないようにしてください。で近すぎるのもダメで、遠すぎるのも NG です。このぐらいの角度を目安にやっていただくといいかなっていうふうに思います。はい、ということで次です。次は2つの NG 行動を見つけてください。それではどうぞ。分かったかな？ちょっとね、例が下手くそなような気もするのでちょっと申し訳ないんですけど、今回注目すべき点はこっちの荒瀬ゴードの手でした。ちょっとね、もう一回巻き戻してみてくださると分かると思うんですけど、すごい不自然です。なんかこんな感じね。NG 行動1つ目がこう親指です。こう親指がめっちゃこうやって出てました。でそして2つ目はアラセゴの手がやたらと高いでした。
ちょっとやりにくかったから、なんか途中ちょっと微妙になってたからちょっと分かりづらかったかな、すいません。はい、今手がアップで映ってると思うんですけども、正しい手の形はこんな感じです。親指がねしっかりしまわれてますよね。でこの親指の付け根にこのコインを乗せます。でコインが落ちてこない形というのが親指の正しい形です。こうやって親指が出てたらコインがこうやってブーってずり落ちちゃいますよね。だからこのコインをこう親指の付け根に乗せてもしっかりと乗ってる感じで、その練習のためにこの中指のところにコインを置いて親指で挟むとこのね形がやりやすいかなっていうふうに思います。で他の4本の指なんですけど、このねペンを使ってこういうふうにペンをね挟んで、それで綺麗な形というのを覚え込ませます。これは結構我が名の低学年の子がこのままレッスンしたりしているんですけども、それでこのペンを取ってもこのままの綺麗な形が保てるというわけです。こう4本の指はどの指も揃うんじゃなくて少しずつバラバラでこう綺麗な形というのを研究していただくといいかなっていうふうに思います。でアラセゴンの手はこんな風に肘が下を向いても上を向いてもダメです。こうバーにこういう風に腕を乗せてバーと平行になるのが正しい位置です。で高さは高くても低すぎてもダメで、だいたい肩からまっすぐか少し気持ち下ぐらいがちょうどいいです。はい、それでは次です。次も2つの NG コードを見つけてください。どうぞ。でしょうか、分かったかな。足がねアップになってたから、まあ、注目すべき点はねもちろん足だったんですけども、3つね NG コードがありました。まず1つ目は1番の時に両方のかかとがついてないということ、そして2つ目はグランプリの時に下でこうやって座っちゃってたということ、そして最後3つ目は1番からこう2番に変える時だったりとか、2番からこう他のポジションに変える時に足をうにゅうにゅってしちゃってたということでした。はい、でまた足がアップになってると思うんですけども、こんな風に X 脚の方はねちょっとやりがちちゃうかな、このかかととかかとが空いてるのは NG です。もうこれは我がノアで結構ロシア人も含めて もちろん私もなんですけども結構注意されたんですけど、未だにちょっとねやっちゃってるんですけど、このこういう風にこうかかととかかとはしっかりつけてさらに膝もつけるっていう感じ、このね X 脚の方でも必ずこれはねちゃんとやればできます。次、グランプリの時にこんな風にね下に座っちゃうのはもちろん NG です。楽ですけどね。で正しくはこう一番ねしんどいところで終わりですぐ戻ってくる、こう4カウントをねしっかり使ってやってください。はい、それで次にこの2番になる時なんですけど、こんな風にねこううにゅうねってするのは NG です。もちろん多分他のね流派でなんかこうちょっと置き換えるっていうのはあると思うんですけど、一応ロシアでは NG です。4番の時もしっかりとこのままなんかこんな風に何回も何回も踏み直さないようにしてください。はい、それでは次は2つの NG コードを見つけてください。それではどうぞ。はい、これはちょっとバレエの基本中の基本かなっていうふうに思うので分かった方もねいらっしゃったと思うんですけども、注目すべき点はバーレッスンのコンビネーションが終わった後の行動でした。まず一つ目はまだ曲が終わっていないのに形を崩してしまうということ、そして二つ目はコンビネーションが終わった後にこうバーじゃない方、こう鏡の方を向いて方向転換をしてしまったということです。はい、今また正しい行動が出ているんですけども、コンビネーションが終わっても曲がねこうちゃんと続いてる間はしっかりポーズを保っておく、そして終わった後はバーの方を向いて反対側を向くという風にしてください。はい、
それでは最後の問題です。最後はもうねおまけなんですけども、一つの NG 行動を見つけてください。それではどうぞ。はい、いかがでしたか。ちょっとね、あの一人では成り立たない動きだったので分かりづらかったと思うんですけども、あの注目してほしかったのはコンビネーションが終わった後の行動でした。あのセンターレッスンのこのアダジオとか、まあ、アレグロとか何でもそうなんですけど、コンビネーションが終わった後に後ろに履けるっていうのは絶対に NG です。これには理由があって、あのレッスンって大体複数のグループに分かれてコンビネーションを行うことが多いと思うんですけども、こう1グループ目の人が終わって履ける時ってもうすでに2グループ目の人が踊り始めてるじゃないですか。でその時にこう1グループ目の人がこう後ろに履けてしまった場合はこう2グループ目の人の邪魔になってしまうし、こう下手しこうバーンってぶつかってこう事故につながってしまう恐れがあるので、絶対にこう自分の番が終わったらもう何が何で もう鏡の方に向かってすぐ前にこうバーって履けるというのを忘れないようにしてください。でもこれは癖の問題なので、もし自分が最後のグループであっても次いない方としても必ずねこう前に履けるというのを忘れないようにしてください。はい、ということで今回はバレエをする上でやってはいけない NG 行動というのを紹介させていただきました。あの初めてのクイズ形式だったのでちょっと手順がね分からなくてわちゃわちゃしちゃって、あの皆様にちゃんと伝わったかなとか、楽しんでいただけたかなっていうふうな心配はあるんですけども、ぜひ何個正解できたよとかそういうことをコメント欄で書いてくださると嬉しいです。でちょっと気がついてくださった方もおられるかなっていうふうに思うんですけども、今日の動画で私がつけていたこのリング見えるかな、これ、この指とこの指ねについてるこのリングは今回素敵なご縁をいただいて、スウェーデン発祥のブランドマーク・ミレンさんからいただきました。マーク・ミレンさんはミニマリストなデザインを特徴とする北欧ジュエリーだそうです。ミニマリストなデザインということで、今回の私のようにバレエのレッスンでももちろんお仕事でもプライベートでもつけていても全然邪魔にならない、かつ長年愛用しても飽きないデザインのジュエリーがたくさん揃っています。リングってふとした時に目に入って気分を高めてくれるアイテムだと私は思います。こうバレエのレッスンでもこんな風にねこう指先を見ることっていうのは多いので、こうモチベーションを上げる意味でも結構私はバレエのレッスンの時につけることが多いです。またリングにリマインダーの意味を持たせて、例えば今日のレッスンでは絶対肩を下ろすっていう目標を立てたとしたら、このリングを見るたびにこう肩を下ろすっていうのを思い出そうっていうことで、結構そういう意味を込めてあのリングをねレッスン中につけるということもやっています。で余談なんですけど、このアクセサリーにこうリマインダーの意味を持たせるっていうのは結構私も小学校ぐらいの時に思いついたことなんですけど、あの学生のね時はこんな風なアクセサリーはつけることができなかったので、レッスン中にこう髪の毛のねゴムだったりとかをつけといて、それを見たらこう今日の目標を思い出すみたいなことをやっていました。ただリングはこう物によってはこうタイツとかレオタードに引っかかったりとかもすることもあるし、あと教室によってはこうアクセサリー禁止というところもあるので、ちょっと注意してもらいたいかなというふうに思います。私もレッスンの時はこう、ね、リングをやったまま受けているんですけども、例えばパトゥドゥだったりとかこう相手と組む踊りのリハーサルの時にはこう相手に、ね、怪我をさせてしまう恐れがあるので必ず外すようにしています。マーク・ミレンさんのジュエリーは私が今つけているようなリングの他にもピアスとか、あとネックレス、ブレスレットなどたくさんねおしゃれなアイテムが揃っています。お値段もお手頃で、お仕事やプライベートなど日常に彩りを与えてくれる素敵な北欧ジュエリーをぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。またこの動画をご覧くださった方限定の 15% オフのディスカウントコードなど、その他詳しい情報もぜひ概要欄にてチェックお願いします。はい、ということで今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。クイズ楽しかったよ、いっぱい正解できたよ、あとリングも可愛いと思ってくださった方、ぜひグッドボタンと、そしてまだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。